さあでは今日のゲーム振り返ってまいりましょう。ハイライトをお送りします。今日は開幕投手対決です。山本と高橋、1回の表ノーアウトランナー二塁、金子ツーベースでチャンスを掴んだ西武なんですが、源田三振、中村三振、山本踏ん張りました。1回の裏先頭の福田、センターの金子ランニングキャッチ、ワンアウト一塁で吉田正尚空振り三振、続く4番の杉本サードゴロでした。初回は共にランナー出したんですが、山本高橋踏ん張っています。2回の裏伏見の1本が出ます。レフトへの第2号ソロホームラン、先制のアーチ、1対0オリックスバファローズ1点を先制。今度は4回の表、先頭バッター栗山がセンターオーバー、ツーベースヒットを放ちました。ノーアウト2塁、ワンアウトになってウーデンティンがライトへヒットを打ちます。ワンアウト1、3塁、山本大きなピンチで山川から見逃し三振、スパンジェンバーグを空振り三振。ピンチを切り抜けました。5回の裏先頭の紅林空振り三振、レフト栗山スライディングキャッチ、ツーアウトランナーありません。続く足立は見逃し三振でした。高橋もホームランを打たれた後よく立ち直りました。6回の表先頭の源田ファーストゴロ、さあ次は見せ場、栗山から空振り三振を取ります。続くバッター中村見逃し三振、山本は7回114球被安打4無失点でマウンドを降りました。8回です。ヒギンス2アウトランナー1塁2塁、栗山が打ちます。ライトへのタイムリーヒット、1対1同点、ライオンズ追いつきました。8回の裏ワンアウトランナーなしで福田周平が見せます。セーフティーバント、ワンアウト一塁でバッター安達、つなげば吉田杉本が登場する場面、しかし安達はショートゴロ、併殺打でした。安達併殺打、チャンスは広がりませんでした。1対1で迎える9回の表、マウンドには守護神のオリックスバファローズ平野佳久、ノーアウトランナー一塁、山川がレフト線ツーベースヒットで1点取りました。2対1勝ち越し、ノーアウトランナー2塁で続くバッタースパンジェンバーグ、右中間に大きなフライ、越えていきます。センターオーバー、タイムリースリーベースヒット、3対1ライオンズリード2点です。この後は能見がしっかり抑えました。9回裏無失点男平登場、ツーアウト一塁でもや空振り三振でした。試合終了、3対1ライオンズ今日は逆転勝利です。勝ちが高橋光成今シーズン6勝目、負け平野佳久2敗目、西武平について9つ目でした。